さあ、師匠です。それでは今日も今日ってポケモン SV 遊んでいきたいと思います。本日はですね、なかなかすごいっすよ。本日はですね、まあみんな大好き、機械感えぐい、コイルとね、レアコイルの色違いをね、超簡単に厳選する方法、紹介していきたいと思います。今回紹介する方法はですね、コイルとレアコイルが群れで湧いてくれるんで、一気に5匹ずつ出るんで、めっちゃ効率よく厳選できますね。まあ、なんで、まあ、大体30分でゲットできるんじゃないかと、まあ、思いつつもね、まあ、早速やっていきたいと思います。皆さん、コイル、レアコイルは好きですか？磁場コイルとかね、ダイパープラチナでね、プラチナで磁場コイルを見たとき、俺は本当にひっくり返った、小学生時代。ではね、早速、そんなコイル、レアコイルのお色違い厳選をやっていくんですが、まあ、まずはですね、まあ、最も色違い厳選で大切なのは場所ですね、場所。場所はこちらになります。よいしょ。場所はこうですね、この北3番エリアのちょっと南にあるここのポケセン、このポケセンの、からですね、こっちの上側に行ってもらった坂道がいっぱいあるんですけど、その坂道をですね、登りながら色違い厳選していきます。まあここの場所はね、まあ私も動画で結構出したりしてるんですけど、まあ例えばサーナイトとかね、ニューラとか、まあいろんな色違いがめちゃくちゃ効率よく狙える場所なんで、まあぜひ皆さんのね、よく立ち入る場所になってもらえればと思いますね。まあコンビニみたいな感覚で使っていただければと思います。ではですね、今回はですね、サンドウィッチとですね、光るお守りのパワーで色違い厳選をしていきます。ではですね、今回早速サンドウィッチの方を食べていくんですが、今回サンドウィッチはですね、電気タイプのパワーをつけていきます。電気タイプの遭遇パワーと火薬パワーレベル3をつけてまいります。ではですね、早速サンドウィッチの方を食べていくんですが、その前にしっかりとレポートを書いておきましょう。これね、レポートを書いておくことで30分で色違いが出なかったり、サンドイッチの作り方をミスってしまった場合にですね、やり直しをすることができます。なんで、スパイス節約のために、このレポートをしっかり書いておきましょう。さあ、領域の方が展開されました。では早速サンドウィッチの方を作っていくんですが、今回はですね、電気タイプのね、パワーをつける、レシピの一例を紹介いたしますので、まあね、他のレシピを知ってるよって方はそっちでやってもらっても全然大丈夫なんでね、やってみましょう。玉ねぎスライス、ピーマンスライス、赤パプリカスライス、そして黄パプリカスライス2つ、そして生ハム、あとはですね、秘伝スパイスを2種選ぶんですが、甘かける甘、甘かけるスパ、スパかけるスパの組み合わせ以外だったら何でも OK です。今回は甘苦い人生でいきます。はい、ではですね、早速サンドウィッチの方を作っていきましょう。さあ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 、皆さん右上をご覧いただいてもよろしいでしょうか。加害パワー電気、二つらパワー電気、遭遇パワー電気、それぞれレベル3でついております。ここまで来ましたらですね、準備はスーパー完了 OK となります。ここからはですね、色違いと出会うだけの簡単な物語なんですが、ここからこの、ポケセンに行きまして、このポケセンの右通りに行ってもらって、これ坂道があるんですね、でっかいでっかい、このね、坂道を登りながら色違い厳選していきたいと思います。見てください、もうね、こんな感じでコイルとレアコイルが5匹ずつ湧いてるんで、あとはこいつらが色違いがじゃないかを確認しながら、この坂を登り続けていくだけになりますね。こんな感じで、すぐね、5匹湧いてくれるんで、まあ効率としてもバリいいですね。あとは簡単でもありますしね。で、こんな感じでね、やっていきたいと思います。で、まあこっから注意点としましたらですね、まあ特にないじゃないんですけど、これね、コイルとかね、レアコイル、色違いがちょっと見分けにくいかなとは思いますね。コイルとレアコイル色違いになるとですね、体が黄色っぽくなるんですが、まあそもそもこのコイル自体が小さいですし、ちょっとね、それを見逃しだけは本当に注意していただければと思います。あとね、この場所はね、吹雪とかに天候が変わることがあって、吹雪の時はですね、雪が降ってて見にくいと思うんで、その時とかは特に注意ですね。まあコイル、レアコイルともに体が黄色っぽく変化するので、まあその辺の違いはないので、その辺は見やすいと思います。あとですね、この坂道をですね、ずっと登っていってもらうと、まあずっとコイル、レアコイルが出現するんですが、まあ折り返す場所は、まあ基本どこでもいいかなとは思いますね、折り返す場所。まあ自分はいつもこれよりもうちょい上に行ってから折り返すんですが、まあなんで、この折り返し場所は人それぞれ自由にやっていただければと思います。ただ道幅がですね、広くなりすぎると、こう横移動をしなきゃいけなくなるんで、ちょっと効率は落ちるんじゃないかなと自分はちょっとだけ考えてたりするんで、まあ道幅が広くなりすぎないあたりまで行くのが、いいのかなと自分は勝手に考えていますね。
まあではですね、ここからは一体どれぐらいでこのコイル、そしてレアコイルの色違いが出るのか、まあ時間をですね検証していきたいなと思っているんですが、まあこの場所はですね、今まで数々の色違い厳選をやってきて、まあいつもめちゃくちゃ早く出てくれたんで、まあ今回も結構早く出てくれるんじゃねえかなと思いつつ、まあやっていきたいと思います。ではですね、ここからは早送りでご覧いただきましょう。レッツショータイム。お、あ、あれ、え、これ色違いか。うん、なんかあれ、皆さんこれ色違いですかね。なんかあっこにいんの、これこれ色違、ええこれ色違う、え、これ色違う、あ、違った、色違いでした。皆さんやべえ、セーブし忘れました。皆さんしっかり色違いが出たらセーブしましょう。え、めっちゃ、え、見にくやばい、めちゃくちゃコイルの色違い見にくいです。これ何匹か見逃してるかもしれないな、すでに。え、皆さん早速色違いコイル1匹出ました。早いですね、結構多分。あとで時間を見ましょう。ただですね、めちゃくちゃ見にくい、色違いかどうか。あの、近くに近づいてもよくわからんかった。なんで、あの、マジで、ね、この厳選やる方はですね、あの、気をつけてください、見逃さないように。では早速捕まえていきましょう。オーケー、コイルの色違いゲットしました。マジで分かりにくい、ちょっとちょっと、え、こんな分かりにくいの、かわいいですね。時間はですね、大体12分ほどに来ましたね。もう1体ぐらい狙っていきたいですね。では早速ちょっともう続けてやっていきましょう。おっと、おこれ色違いますね、これ。あなた色違いますね。2匹目出ました。時間は、あ、約20分で2匹目出ました。次はレポートしっかり書いておきましょう。よかった、次は分かって。これ色違い分かんなくないマジで。こんにちは。綺麗だ、美しい、黄色ゴールディー。おレアコイルだ。あ、レアコイルの色違いだ。おい、やった、皆さん、レアコイルの色違い出ました。あ、レアコイルやっぱ分かりやすいな。うわ、すげえ、2匹。うわ、銀と金、金銀。え、俺が銅になるじゃん。え、すげえ、これどうしたらいい、これ。え、すごい、やりました、皆さん。お前じゃねえよ。やばい、お前じゃねえ。危ねえ。バグるわ、脳が。イエーイ、では捕獲していきましょう。オーケー、あれ3匹も出てる。え、てかめちゃくちゃ色違い出てますね、なんだかんだ。はい、無事色違い厳選の方が終了いたしました。なんとですね、30分で、え、コイル色違い2匹、そしてレアコイル色違い1匹とね、え、合計3匹もの色違いをゲットすることができました。めちゃくちゃ出ましたね、単純計算10分に1匹出てますね。やっぱね、この場所はね、本当に効率がいいなと感じますね。なんで皆さんぜひね、この場所で色違い厳選してみてください。ほんといろんなポケモン狙えるんでね、サーナイトとか。まあなんで、マジでおすすめです、ぜひやってみてください。あとね、ちょっと今コイルが体にめり込んでるんだけど、コイルとレアコイルね、色のね、変化がね、想像以上に見にくいですね。まあ俺の画面だけかもしれないんですけど、ほんとに色の変化がすごく見にくいんで、ゴールデンボールの色が薄いんで、薄いゴールデンなんで、あの、本当に見逃しだけは注意ですね。今回ももしかしたらコイルの色違いはね、ワンチャン見逃してるかもしれないな、知れないってね、思うくらいには見にくいんでね、注意ですね。なんかいいね、やっぱこの機械感がやっぱたまらんですな。これ好きな人いるんじゃないですか。まあ、レアコイルはね、今回スカーレットにね、砂の毛皮とかいう、まあ、レアコイルの古代ポケモン
なんかも出たりしてね、だいぶフューチャーされてるポケモンなんでね、まあ色違いゲットできたのは嬉しいですね。なんでね、皆さんもぜひ今回の方法で、色違いコイル、そしてレアコイルをねゲットして、まあ磁場コイルに進化させてあげてもいいんじゃないかと思います。ではですね、これからもこのコイル、そしてレアコイルと一緒に私強くなっていこうと思います。では本日の動画は終わりさせていただきたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。